豊島市は駒一つない、もう紺碧のね、何とも言えない素晴らしいお天気でした。その時にね、妹と話してましたら、よく写真撮る時に、フラッシュ焚きますね、あのマグネシウムも何千個も焚いたんじゃないかというようなものすごい閃光が走って、私もう焼けつぶれたんと思ったんです。ドーンというご音とともに我が家がぺしゃんこになったんです。でその時にも私は下敷きになって、上にあの家の梁とかなんか全部落ちてきましたので、意識が分からなくなりました。娘が2人ね、家の下敷きになったっていうんでね、父が掘り出してくれたんです。そうしたらもう髪を溶かしてたのと、その髪と怪我をしたあの血泥と一緒で、お岩になった、お岩さんみたいだって言って、とにかく裏が川だからって石垣をあの伝って川へ下ろしてくれたんです。見たら川はあのずるむけた皮膚を水につけて、もうあのなんて言うんですか、トマトの皮を剥くときにお湯につけますね、それとくるっと剥けますでしょ、あんなに剥けた皮膚を皮につけてヒヒヒヒ言ってる人でいっぱいなんです。もうその時はもう見渡す限りで全身が火の海なんです。もう何のことかわからないけれども、本当にうわ大変だ、火の海になってて、そして途端にもう夜の8時ぐらいのお天気のように暗くなったと思ったら雨が降り出した。その雨が真っ黒いコルタールみたいな雨なんですね。フラフラする妹を引っ張って、とにかく安全なところに逃げようと思って逃げました。その時にもう目に映ったのは、あの赤ん坊が生まれてへその緒がつながったままの、あの赤ん坊がつながってるんですけど、お母さんの方が焼けてるんですね。ほいでそばではもうサバが焼けるようにじいじを音立てながらね、人体が焼けてるんです。とにかく男女の別も分かんないけど真っ黒焦げで、そしたらあの死体が山なんですね。とにかく私は肉親に会いたい、もうとにかくどこにいるんだかね、どこが目標かわからないけども、とにかく妹の手を引っ張りながら死体の上をね、本当にもう踏んづけてですよ、もう全部がもう瓦礫と死体の山と炎の中だから、そして逃げ惑いました。私は地獄を見たことはないけれども、地獄絵図ってこんなものかしらと思いました。妹と逃れた時に弟が人の波に連なってきたんです。もうそれはそれは顔も全部ここへぶら下がって、足はなんかボロを引きずってるように、皮が全部焼けたのをかかとに引きずりながらね、人の波に連なってきたんです。私はその弟の姿を見て10歳だったんですね。まあ10歳の子がね、あれから10時間余りもよくぞこの体でねここまで来たんだと思って、もう胸がいっぱいになりました。弟が逃れてきてしばらくしたらもう憔悴した母が来たんです。その時に、ね、母が泣き崩れました。弟はもう末っ子で一番可愛くてたまらなかったんでしょうけども、やけどで抱いてやることもできないんです。全身が焼けてここだけが焼けないで、半ズボン履いたとこだけ焼けないで、あとは全部焼けてるんです。この子に何の罪があったんだろうって母は泣きました。妹を探しながら、どうか生きててほしい、どっかに避難していてほしいと思いながら、
どこかで拾った棒切れを持ちながらね、死体をこうねかき分けるようにって探して歩いたんです。その時は学生が、女の子は全部門票履かされたんです。母が田舎へ買い出しに行って木綿のこの手織りの茶色の縞のね切れを買ってきたんですね。でそれ私があの手ミシンで門票を縫ってやったんです。だからその門票の茶色の縞に私が見覚えがあったんですね。だからこれくらいのちょうどこれくらいの縞の切れがアスファルトにもうあの焦げついてあのいるのがどうも気になったんでほじくってそれを引っ張り開けてみたんです。だからこのちょうどここのシックのところに中松について書いてあるんです。もう私はね心臓が凍りそうでした。まさしくね妹のものなんです。で妹は光井って言うんだけども、みっちゃんって叫びました。暑かったでしょう、天然苦しかったでしょう、お母さんお母さんって叫んだんじゃないのって言って泣きながら、でもそこをね探したところで見つかりません。どうして私にね目についたか今でも考えれば考えるほど不思議なんですけども、妹が兄ちゃん私ここよってね教えてくれたような気がするんです。昨日まではねおしゃべりしてた母がなんでなんでと思いましたけども、急性白血病という病名をつけられました。被爆の光線でなって血管は全部潰れて穴という穴から全部小豆の煮汁みたいな血液を吹き出して死んでいったんです。そしてあっちもこっちも死骸だらけで、男の人がいる人は等身大の穴を掘ってそこで蒸すんですね。私もここお借りできませんかって言ったらいいですよって言うんで人に手伝ってもらって母を乗せて、その上にまた拾ってきた木を乗せてボロに油をしまして火をつけるんですけども、これはね正常な神経じゃできません。もう私も自分の頭が狂っちゃいました。本当に何だろうと思ったけれども、考えてね広島長崎の幾十万の犠牲者に代わって、生き残った私がね、何をすることがね、あれかしらと思ったんです。そうした時にね、このね核のね、この悲惨さと人間が人間を殺し合う愚かさをね二度とやっちゃいけないって、これを伝えていく役目が私にあるために、私は今生きてるんじゃないかなと思うんです。